クレメンタイン・クレメンタインはアメリカ航空宇宙局とアメリカ国防総省の弾道ミサイル防衛局による共同プロジェクトとして1994年に月へ送られた探査機。探査計画の正式名称はズップス。この探査によって月に水が存在する可能性が示された。アメリカとソ連の間で行われた冷戦機の月探査競争は アポロ計画の成功により幕を閉じ、両国の国家目標でなくなった月探査は、停滞期を迎えた。NASA では次の課題として、アポロ計画で重点が置かれなかった月の高緯度地方を調査することと、月面全体の地形、地質情報を収集しその資源量を見積もることが、議論され、この調査のため月の極軌道を周回する探査機が構想されたが、20年以上予算化されなかった。 1992年に至って NASA と弾道ミサイル防衛局の協力により小型軽量の探査機が計画され、アポロ17号が月から去って22年が経過した1994年にアメリカの月探査機が再び月に向かった。月の国習会軌道から71日間にわたって観測が行われ、4台のカメラによる計200万枚以上の画像と、 レーザー距離計による月全体のデジタル地形データがもたらされた。月の南極にあるクレーターの内側に常に日光が当たらない領域があることが判明し、その場所に浅い角度でレーダー波を当て地球のアンテナで受信した結果、水の存在を示唆する観測結果が得られた。ただしこの観測結果の解釈は確定的なものではないため、実際に月に 水が存在するかはその後の探査計画の課題となっている。当初は月探査の終了後に月周回軌道を離脱し、地球と月でスイングバイを行った後、小惑星ジオグラフォスに接近して、その探査を行う計画であったが、故障により推進材が失われたため、小惑星の探査は中止となった。その後、クレメンタインの観測によって得られた月の全球をカバーする。 マルチスペクトルの画像データは一般に公開され、月面の鉱物分布を調べる分光地質学の基礎資料となるなど、各国の研究者に利用されている。クレメンタイン計画における科学的観測は、地質学者、ユージ人シューメーカー及びポール・スピューディスを主とする、科学者チームにより運営された。センサーの開発は、ローレンス・リバモア国立研究所探査機本体は、 米国海軍研究所によって制作され、打ち上げを含めた総費用が約8000万ドルで、開発に要した期間は22ヶ月であった。かつ、惑星探査ミッションがこれほど安価かつ短期間で実現したのは当時として異例なことであり、その後の NASA の早くよく安くを歌うディスカバリー計画のモデルケースとなった。ありがとうございます。